い、大家好、チンセです。今日もよろしくお願いいたします。今日は、トイファーの一つ、ディントイ一緒にやります。ディントイあまり馴染めない名前ですが、実はいろいろな犬種の中に出てきます。よく、接近戦によく使うトイファーです。ぜひ一緒にこのディントイ覚えながら、そして体のその軸とか、こう足の安定感練習していきましょう。よろしくお願いいたします。まず構えて、そして一横向きます。そしてディン、ディントイ。はい、戻って、で、一歩前出しながら、そう。はい、じゃあ次、根部、撞拳。はい、OK。もう一回いきます。はい、ゆっくりね。あ、じゃあ斜めに分かりやすいかな。もう一回斜めもね、先横、今回斜め。はい、構えて、はい、じゃあ行きますよ。足出して、そして次、ドン。ディン。はい、戻って、手、押さえてから、根部、撞拳。はい、戻ります。はい、OK。その、最初構えて、ね。方向、横に向くこと。そのまま実はみんな分かりやすいように横に向いた。そのままでも、ね、一歩まっすぐにして、ダウン、立ってもいいので、ね。つまり自分の足の前にディントイすればそれでいいので。はい。じゃあ、それでは連続一緒に2回やります。まず立ち姿勢、はい、構え、パッ、はい、次横向いてからディントイ、ドン、パッ、戻りまして、はい、寄せて、ドン、撞拳、はい、戻ります。もう一回いきます。はい、まず立ち姿勢、そして次構え、横一歩、バーン、ディントイ、トン、タ。そして次、はい、1、2、はい、寄せる。2回言いましたけど、次、一緒についてきて、合理なしでいきたいと思います。な、つまり、ディントイ終わって、ダン、タ、ここ、止まらない、本当はね。今、ゆっくりしてみんな分かりやすいようにしてますので、止まらないようにいきます。構え、ディントイ、はい、はい、OK、ね、こういう感じは手押さえてもいいし、このままでもね、押さえてもいいので、撞拳の時もし間に合わなかったらそのままでも全然構わない。目的はディントイと撞拳、ね、最後しっかりしていただいて、お願いします。この手は、ね、相手の攻撃を抑えて、パッ、トン、言ってますので。はい、OK。これはちょっと何しなやかなカンフー、大きなカンフーの動きとちょっと違って、本当に、実践っぽくになりますので、もうちょっと、面白くできるかなと思います。あと、結構知られてない動きなので、ちょっとずつも、こういう動きもしていただきたいと思って、紹介させていただいてますし、これからも紹介していきたいと思ってます。今日もありがとうございました。はい、終わります。バイバイ。